ロング、ちょっとマイさん後ろから私の今の髪の毛の長さ映ってる、今マイナス5にした。もうイルミネーションレベルです。バイバーイ。今日は人生で初めてショートに切ります。もうマジでショートにしたことがなくて、てかもはやここんぐらいにしたことが人生で初めてだから、と記念すべきということで動画を回してみます。安心と信頼のまいさんにお願いしています。やばいマジで、ね、本当にやばい。やばい、見てめっちゃ長くない？めっちゃ伸びたんだけど1年で。いますよ、うん、ねえ怖いからここ保険をかけてここにしよう。いくよ。うん、サクサク。キャーン。マイさん。マイさん。またね。またね。短い。私の抜け毛ちゃんは、ここに膝の上に。置いたけど。うん。変な画角。そしてもはや言葉が何も出てこない。マイさんは MATIN だから全然気にせず。N の人と S の人の差だね。はい。喋れない。普段当たるところのないところにハサミが当たってる。ハサミが当たってる。大丈夫かな。信頼してるまいさんにお願いできて嬉しい。プレッシャー。プレッシャー。今回の横断方法は触り。今回の横断方法は触りです。触りになりたい。触りたい。緊張しちゃった。恥ずかしい。そうそう、髪切るだけなのに。21年間生きてきて初めての髪だから本当になかったんですよ。ねえ待って、やばい、マジでウィッグみたいなんだけど。かわいい。うわー、信じられへん。ボブのスタイリング、表面だけストレートアイロンで、はい、全然大丈夫。超簡単。そうです。ベナン使ってみてた方が分かりやすいけど、ベナン使うけど、こうやって、やけどしないとこうやって挟んで、ただこうしてるのが対話だし、そう、だからこうやって慣れるから、あ、確かに、そう、そうやって、こうやって、自分から話すの、うんうん、なんかこうやって、自分にこうやってやると丸くなる、うん、で、自分からこうやって話すとカツってなるから、耳にかけた時にこうやってカツってなる、うん、だから逆にそのこのヘアメイクさんに丸くしてもらいたい時はこうやって、うん、こうやって、そしたらあの2017年のテリちゃんになったら暗号みたいな、そうそうそう、こうやって自分から話してる分がパッセル濃くなる。この辺とかも意外とこうやって届くから、これでいいの。そっかそっかそっか、ドングやるから、まあ、まあ楽なのよ。でこれでかけちゃえば、ほらこっちがするから、本当だ、ちょっと伸びた。そう、プツってなるでしょ。だってこうやってやってる。あ、丸くしないの。もうパッチリしたいから。もう丸めるの禁止。丸めると古臭くなるから、もうただ本当にこう、溶かすだけみたいな。くしのアイロン版。そう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 。そうすると、こうやって、プスってなるから。今のきっと、綺麗さを。だってブローしてないから、これ。すごい。うん、おお。逆に、韓国人っぽさも必要。うんうん。確かに、確かに。可愛いよね。帽子とかかぶりたいかも。あ、そう、私この間自分がかぶって思ったけど、キャップ姿がめっちゃ良かった、ねね、あれも可愛いよね、今流行ってるあのレザーのさ、キャスケットとかブリーみたいなのも可愛いよね。オーサムニーズのやつね。大きい大きい。じゃーん、やばい。待って、やばい、誰、やばい、可愛いよね、めっちゃいいよ。おお、ミージク、ほんとだ、あ、綺麗、あ、めちゃ綺麗、これフィニッシュで、あ、かわいい、ソワリー、ソワリー、やば、軽すぎる、頭が、やば、かわいい、完成しました、完成しました、やばい、マッスル、いいです、私は毛立ちです、毛立ちです、やば、やばいよね、こんなにあったんだ。ちなみに毛量です、毛量です。何センチ切った？35ぐらい。35もいなくなりました、うん、私から多分卒業です、ね、40いくかいかないかぐらいは切ったと思う。
とそこそこそやばい、シースルーは健全で健在ね、健在どうでしょうか。ありがとうございます、マイさん。ニコイチ、ニコイチ、やばい、ちょっとやばい、切っちゃったよ。どう、やばいよね、やばい。ちょっとこれからね、スタイリングとか大変、またね、一からになったら なるからちょっと難しいけど、とりあえずまあ成功っていうことで、イエーイ。え、こっちも YouTube なってたまたまいました。どうですか、どう、幼い、今日の格好だったからかもしれないけど、マジで若返った。嘘、若返ったね、え無理、やばい、すぐに、やばい、え、ちょっと待って、ここもさ、え、短っ、短いよね。でもこれあれじゃんね、ボブじゃんね。そうそうそう、パステルみたいな。ね、かわいい。いや待って、こんなつもりじゃない。こっちもこんなつもりじゃない。ね、お店で撮ろうとしたのに。あにゃーせよこれはやばいね。これは、待った、これが一番有名らしい。で初日です。もうね、ずっとね、パンケーキが食べたくて、うん、やばっ、めっちゃ美味しいね、やばい。